それではお願いします。それでは、マリ選手の公開練習インタビューをさせていただきます。よろしくお願いします。お願いします。はい、ではまず何といっても今回 K1 初出場というところで、参戦が決まった時のお気持ちを聞かせてください。K1 っていう大きい舞台で、高梨選手まだ無敗ですごいいいチャンスをいただいたなって思いました。あのお気持ち心情的にはいかがでした？嬉しいとかそういう感情っていうところで言うと。は私は常に強い選手と試合してしたいと思ってるんで、まあ嬉しかったですね。あとはご自身以外に周りの反応って何かあったりはしました？やっぱり K1 っていう大きい舞台っていうところですごい応援のメッセージがたくさんいただきました。あの今回 K1 に関しては、マリー選手初出場というところなので、試合のことに入る前に、ご自身の、経歴についてお話を伺っていきます。まず、格闘技を始めたきっかけというものを教えてください。は、兄が最初にやっていた影響で、まあ、ついていくっていう感じで始めました。それまでのスポーツ歴っていうのはどんなことをやられていました？小学校の時にバレーボールをして、中学校の部活でソフトテニスをしてました。で、引退して、中学卒業する手前ぐらいでキックボクシングを始めました。まあ、強い女性っていうのはかっこいいなっていうのは、まあ、格闘技に限らず思っていて、で、まあ、兄弟喧嘩とかすごいしてたんで、お兄ちゃんに負けたくないっていうのもありました。それはどうでした？練習してみてお兄ちゃんに負けなくなりました？は、お兄ちゃんも辞めちゃったんで、今喧嘩したら私が確実に勝つ自信はあります。喧嘩には使わないようにしていただきたい。はい。そんな中、最初からプロ志望で練習を始めました。それとも最初はそんな気持ちはなかったのか？は全くなくって、でまあ、格闘技キックボクシングしてすごい楽しくって、まあ、練習休まずに行ってた時に、まあ、アマチュアの試合出て、まあ、最初負けてすごい悔しくって、そこからまた練習するようになって、会長からプロのお話をいただきました。プロも含んでのこれまでの積んできた実績っていうのを教えていただいてもいいでしょうか？とアマチュア選手が私は、少なくって、まあ10試合ぐらいですかね、合わせて10試合ぐらいで、まあ、勝ちと負けが半分半分で、プロになってからの戦績は37戦ぐらいですかね。はい。あのタイトルとかでは どのような優勝経験とかっていうのはいかがでしょうか？はアマチュアの時はなく、プロになって、ミネルヴァのピン級のチャンピオンを
1回取りました。これまであの、大会とかルールでいうとどうでしょうか。あの限りなくいろんなことには挑戦してきた感じですか。はい。それはどうでしょう。あの誰とでもやってやるっていう気持ちが強いですか。そうですね、もう誰とでもやりたいし、強い選手であれば特にやりたいですし、やっぱり相手の土俵で勝ったらすごい嬉しいんで、まあ、できれば向こうの相手の土俵で戦って勝っていきたいっていう気持ちが強いです。続いては K1 の今回の試合についてのお話に移りたいと思います。今回純粋に、対戦相手ナックル美穂選手の印象を教えてください。パンチが強くって、まあ、フィジカルも強くって、そうですね、まあ単純に強いと思います。女子の中で、はい。あの今回の試合に向けてどんなことに力を入れて練習してきましたか。どんなことに力を、はい、あの普段通りなのか、あの こんなところにを鍛えたくてスポット当てたとか、そんな感じ。特に普段と変わることなくいつも通りっていう感じですかね。それはもうあの普段のご自身を、高めていけば高梨選手に勝てるという自信からでしょうか。そうですね、私は試合決まってから頑張るとかじゃなくて、まあ、いつでも試合来ても出れるように準備してるんで特に変わることはなかったです。ちなみにあのリング上の高梨選手ではなく、あの、はい、体験だったりツイッターだったり公開練習の発言っていうのはチェックされてたりはします。私は SNS やってないんで、その SNS の発言は見てないんですけど、まあ会見に来てなかったんで、そうですね、まあ、裏で何言われるであれば、まあ、会見に来てほしかったですけどね。ちなみにですね、ちょっと言わせていただくと、はい、あの発言として高梨選手が二度とリングに立ちたいと思わないような負け方にしてやるっていうすごい強気な発言が出ておりまして、今ちょっとそれ聞いてどうですか。いや別になんともこっちも同じ思いをさせてやろうかなと思います。その発言が向こうが出たのが、はい、会見でのその負けてばっかりというそのマリさんのネガティブな発言がやっぱりリングに立つ人として、あの、はい、向こうは認めたくなかったみたいな感じだったんですけど、うん、どうなんでしょう、そういう発言というのは。まあその K1 っていう大きな舞台で、まあ段階を踏まないとそういう大きな舞台に立てる舞台ではないと私は思っていて、で、まあ、去年勝てなくって、それでも私を応援してくれてる方が変わらず応援してくれて、その応援者に対しての気持ちと、あと K1 私の試合組んでくださった K1 の関係者の皆様に感謝の気持ちと、あとまあ記者会見っていうなんかちょっと緊張して同じことを言い過ぎたなっていうのはあります。いや、あれですね、普段別にネガティブであることではないは全然ないんですけどついあの場ではって言ったそうですね。あとはやっぱり発言で大きなことを言いたいっていうことじゃなく、あんまりリングで見せたいタイプですか。そうですね、リングでもう全部はリングの上で出るんで、試合で出せたらいいと思ってます。今回の試合そう過激な、向こうから過激な発言も出てますが、ご自身はどんな試合をしてどんな勝ち方をしたいと思ってますか。やっぱりインパクトを残して勝ちたいんで、まあ、高梨選手も守りに入るつもりはないっていうのを公開練習の時に言ってたんで、私も守りに入るつもりは一切ないんで、まあ、一発もらえば倒れるぐらいのパンチ持ってると思うんで、高梨選手も私も倒しに行きます。そのパンチというワード出ましたが、はい、やっぱりご自身もパンチは好きですか。私もパンチが得意なんで、そこで負けるつもりはないです。
偶然ジムの名前がナックルズジムというところでそういうところで高梨選手に何か感じることはあります？そうですね、まあ、ナックルズジムの方が最初に、私の方が最初にキャリアが、あるんで、まあ、そこは譲りたくないんで、私がしっかり勝ちたいと思います。拳では譲る気持ちは一切ないないですね。あとはですね、今あの K1 でも女子の試合が盛り上がっている印象があるんですけど、はい、その今の K1 女子っていう舞台はどのようにご覧になられてますか？すごい選手が、まあ、なんていうんですかね、若手選手とかも増えてきて、そうですね、レベルが上がってきてるなって思います。これからの K1 ジャパングループでの目標っていうのを教えてください。まあ、とにかく強い選手と試合ができたら、そこした上で勝てたらいいなと思ってます。特別形というわけではなく、純粋にもう強い相手と戦いたいというのが。そうですね、強い相手と戦って、まあ、勝ちたい、結果を残したいっていうのがあります。ちなみに結構発言として、そやっぱ強い相手を求めてるじゃないですか、はい、それってもうあのご自身の理想像なんですか？もう最強の女子になるっていう。そうですね、やっぱりやってるからには自分が一番になりたいんで、自分が強い相手と思う相手じゃないと、なんか自分の中で納得いかないというか、常にそういう気持ちがあるので。最終的にはどうでしょう、強い、自分より強い相手いなくなっちゃったらどうします？自分より強い相手がいなくなっちゃったら、会長を倒します。会性別会長でいるんですけど大丈夫ですか？はい、大丈夫ですありがとうございます。あとちょっとすいません、試合のこととずれますが、あのコスチュームだったり、はい、黒がお好きな印象があるんですけど、はい、実際黒っていう色が好きなんですか？あ、黒好きで、で今回まあ、私の地元が岡山県で、小島ジーンズっていうのが有名なところがあって、まあ、パーソナルで私のパーソナルを受けてくださってる練習生の方がこの K-1 のために、衣装を作ってくださるんで、そこも楽しみにしておいてほしいです。では、最後になりますが、こちらのカメラに向かって、応援してくれるファンの皆さんにメッセージをお願いします。いつも私を応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。必ず勝ちに行くので、応援よろしくお願いします。